さあ続いてはエンタメコーナーに行きましょう。芸能リポーター駒井千佳子さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いやもうこの日来ちゃいました、はい、私もショックを受けまして今最も旬な男と言っても過言ではない竹内涼真さんに初ロマンスです。ついに取られちゃいました。朝ドラひよっこで注目されると、過保護の過保護の麦野くんで日本中の女性たちをキュンキュンさせた身長185センチ、九頭身イケメンの竹内涼真さん。さらに写真集も7万部超えと、今年最もブレイクした一人といっても過言ではありませんよね。はい、間違いない。ただそんな竹内さんの初ロマンスを今日発売の女性セブンがキャッチしました。お相手はアイドルで、なんと連泊愛とのこと。その写真に撮られたスクープ10カットとは。そして日本中の女性を悲しませたアイドルの正体とは。この後駒井リポーターがスクープの裏側に迫ります。引き続き竹内涼真さんの初ロマンスについてお伝えしていきます。これは一大事ですよ駒井さん。いや本当にね、世の女性たちがもう嘆いてますよ。悲鳴が聞こえそう。ここにも一人います。信じたくない。ドラマ見てた本田さんも。そりゃそう、うん、仲間に入れて、はい、何ですかこれ、どういうことですか。これね、今日発売の女性セブンが報じてるんですよ、はい、しかも写真もいっぱい出てます、はい、やっぱり皆さん一番気になるのはね、相手の女性は誰、はい、誰ね、うん、すごいシスコンだと、妹さんとすごく仲いいって話は皆さんご存知じゃないですか、うんうんうん、はい、でも妹じゃなかったんですよね。いやいや、妹さんじゃないんですか。じゃないんですよ、最後の望み、はい、じゃあお年下ですけどね、はい、お相手はリリカさん、鹿児島県出身の22歳、アイドルグループ恥じらいレスキュー、これはジャパンって呼ぶんですかね、はい、レスキュージャパン、はい、というグループに所属してます、はい、ファッション誌を中心にモデルさんをしたり、あと舞台で女優さんのお仕事もしてる、うん、で女性セブンによりますと交際は1年以上ですよ。1年以上前から、うん、つまり、まあ、やっぱりビューネ君だったりとかね、朝ドラだったりとか、はい、その辺のブレイクよりもちょっと前ぐらいからということですね。出会いはモデルのお仕事を通じたということなんですが、う会うのはどうやらもっぱら彼女のマンションだということで、今回も撮られたのが、はい、彼女のマンションなんですよ。で、龍馬くんは実家暮らしなんですね、はい、でということで彼女のマンションで会ってるんじゃないか、うんうん、その彼女のマンションでですね、その連泊デート、まずは9月下旬の深夜、はい、両手にバッグを抱えた竹内くんが彼女のマンションへ入っていく姿が撮られております。はい、で、まあ、でリリカさんは舞台に行くために、うん、舞台が終わってから帰っていくまでを撮られてる、同じところから入っていくところを撮られたりしてるんですね、うんうん、で、その時に帰ってきたところ、うんうんうん、帰ってきながらリリカさんはどうやらコンビニの袋か何かスーパーの袋を持ってて、うんうん、でそこからお酒のボトルを出して3階のベランダに向けてこう掲げるわけですよ。じゃその前に連絡を取り合ってたんですね、もうすぐ着くよみたいな。そしたらなんとベランダにいる竹内くんが手を振っていた、はいはい、ちょっと、これでももう見たらすぐバレちゃうからこれやらないでください。ね、普通に張り込んだりしてるカメラマンさんは、はい、うん、どの人が相手かを特定するために、うんうん、そこのマンションに、これ本当にあれバラしちゃいますけど、はい、そこのマンションに入って引く人を全部取って時間とかそういうので照合して相手を特定していくんですね。 だけどこれは全然そんな必要もなく、はい、彼女は特定の人に向かって手を振ってるわけで、バレちゃう、浮かれてる、はい、ちょっとね。で、はい、で翌日の昼過ぎ、女性セブンさんいたんですね、うんうん、竹内くんが T シャツ短パン姿で2時間半ランニングに行きました。あ、真面目、まあ、ドラマもありますんでね、はい、で役作りもあります。でリリカさんはその10分後に徒歩で出演する舞台へと出かけていったと、うん、いうことなんですよ。ただここでは終わらなかった、はい、あ、まだある、はい、はい、この後にですね、はい、翌日ですか、まあ、翌日ですね、はい、まあ、つまりだから合鍵を持ってるということなんですけど、うんうんうん、で翌日ランニングをその後とか竹内さんは、うん、夕方前に原宿で一人ショッピングをします、はいはい、そして夜になったら男性のお友達と一緒にスタイリストな雰囲気のおでん屋さんの半個室で食事をしてた、はい、ところが途中から彼女が合流をしまして、うんうん、そうすると彼女が来た途端にお友達がお支払いをして帰っていったと、2人その半個室の2人きりになった、で何を頼んだかっていうところまで詳しく出てまして、すごいですねこれ、はい、竹内さんはハイボール、リリカさんはシャンディーガフを飲んでた、はい、でおでんやお刺身をこうつまみながらね、うん、で締めは2人でざるそばを1枚
シェアしながら、はい、もうちょっとお金がなかったんですかね。そんなことないって思うでしょ。シェアです、シェアです。って思うでしょ、はい、ところがその後お店を出た2人は東京ベイエリアの高級ホテルに、はい、すごい取材力に驚きますけど ね、 もうシャンディガフ頼んでたところまで分かってるんですもんね。次の日も朝時間差でタクシーに乗って出てったというところまで、はい、本人たちは認めてるんですか。これについては、はい、お互いの所属事務所はこう言っております、はい、友人の一人です。いや出た出た出た。共にこれは双方の事務所ですり合わせをするんですね、発表する前に、はい、友人の一人ですというコメントにしましょうということになりました。はい、友人かもしれない。そうです、ね、じゃあここで本田さんの気になるポイントお願いします。はい、もうさっきから出てる言葉です、こちらです。なぜそこまでわかるの。そう、まずお店の中で食べてた飲んでたものですよね、はい、であれに関しては後ほど。あ、すみません。さて、世の女性たちの悲鳴が聞こえます。竹内涼真さんの初ロマンス、今週から始まりました新企画、恩田さんのもっと知りたい。これ疑問はなぜそこまでわかるの、はい、ということでしたけど、そうですよ、だって居酒屋の中でおでんや刺身、ね、シャンディガフでザルそば1枚を2人で分け合ってた、なんでわかるんですかそんなに。お店の中にだいたいずっと追っかけてますからね、ここの場合は、はい、記者さん、カメラマンはさすがに入らないかな、うん、基本的には、うん、記者さんたち、記者同士でカップルを装ったりとか、はい、あとまあ家族連れを装ったりして、家族連れなんでお子さんがいる、例えばスーパーなんかをね取られたりするときには、そこまでして、うん、それで本当に一般客というのと全く見分けのつかないようにして中で話をすべて聞いてるそうです。うわー、見たりとか、お金もかかってますね。そうなんですよ、席もすぐ近く。そう、もちろんだから、ね、気づくと周り全部その記者で固められてるってこともあるそうです、はい、そしたらおでん屋さんから高級ホテルまで誰かがつけてってる、はい、先生いいところに気づきましたね。これね、外には外でまた別に追っかけ隊がいるんですよ。バトンタッチ。でもそこは車で待機してて、出てきたらすぐに追いかけられるように、もう常にこう臨戦態勢を整えてる。何人ぐらいですか。ね、これね、本気を出した時には3グループぐらいが入ってるとは聞きますけど、本気を出す時がどんな時かも気になりますよね。いや、確実に取れるっていう時に、はい、絶対っていう時、そうそうそう、絶対逃したくない時、うんうん、もうで表の出口、裏の出口とか、うんうんうん、そういう風にして貼るそうです。で、であとね、今回じゃあなんで分かったの、はい、っていうところなんですけど、うんうん、彼女のマンションをなぜ特定できたかってところにヒントがあると思うんですよね。だから何らかのリークがあったことは考えられる。で、実はね、竹内くんとそのリリカさんのツイッターをずっと検索し、ずっと遡って見ていくと、はい、去年の9月、10月、11月ぐらいに、先に竹内くんがこのシャツ南の島で着たらいいんじゃないかなって出したお洋服を、はい、数日後に彼女が着ているのが出てたりとか、ダメダメ、人が見ると、で彼が着てた T シャツと、ね、ほぼ全く同じような T シャツを着てリリカさんが数日後に出てきたりとか、いやちょっとっていうここところが、うん、こう照合してくるところがいくつもあったんですね、うんはい、同じその、まあボディソープとか、うね、そういうところがねちょっと、じゃあツイッターを両方フォローしてる人には分かっちゃったかもしれない。そうですね、うん、分からせなかったんじゃないですか。ちょっと同じ女性からするとリリカさんちょっとこうバレてもいいという、ちょっといわゆる匂わせって言われてもしょうがないかなって思うんですよ、ね、やったら自慢したくなっちゃう気持ちも分かりますね。ただ今年に入ってからどうもそういうことはないみたいですけど、付き合い始めがきっと楽しかったのかな。でもね、1年以上お付き合いしてるってことはちょっとこう愛も深まりつつある。また取材をお願いします。はい、頑張ります。小前さん、ここまでありがとうございました。